お笑いコンビ、アンガールズの田中隆、45歳が、7月8日に放送されたバラエティ番組、VS 魂、フジテレビ系に出演。億超えてる貯金の使い道について語った。この日、売れっ子芸人チームの一員として番組に出演した、ニューヨーク、屋敷ひろし生が、ちょっとずつテレビに出られるようになって、お給料も、ちょっとずつ上がってきた。貯金できるようになったけど、あんまり使うことないなと話し、田中さん、そんなに貯金して何を目標にしてるんかなってと質問。田中は、確かにすごい溜まってるよとうなずき、これはもう結婚。してくれた人に全部投資する。今、結婚してくれたら車を買ってあげるし、今キャンペーン中だから、バーキンもつける。バーキンには、2つつけます。今ですよ、皆さん。とアピール。実際の貯金額について質問された田中は、膝から崩れ落ちるくらい、何千万円の後半よりあるから、億も、言ってるよと億超えであると語った。